ものづくり企業の取引先の拡大を図ろうと、天童市で商談会が開かれました。35回目となる県企業振興公社主催の県広域商談会。新型コロナが5類に移行したこともあり、参加は去年よりも90社ほど多くなり、関西や関東などから443社が参加しました。効率よくお客さんたちとお話しすることができるのでいいと思いました。弊社の方は山形に来させていただいて商談まとまっていることが多いので、ちょっと期待もかなり高く来させて参加させていただいている状況です。去年は75件の商談が成立していて、県企業振興公社では今年は100件の成立を目指しているということです。